2023年1月8日、霧ヶ峰の車山に登ってきました。スタートは車山方、ゴールは車山山頂。距離 1.7 キロ、標高差123メートル、コースタイム45分。要所は等速、それ以外は5倍速、ノーカットでお送りします。はい、本日は1月8日、ここは霧ヶ峰の車山の方というところですね。で、本日は、霧ヶ峰車山に登るべく来ています。で、先ほど蓼科に登って、ついでにこの山ということで、ここはもう登山というよりね、標高がもうすでに800メートルを超えてるんで、まあ丘登りという感じでしょうかね。はい。で、引き続き天気のいいのでね、ダブルヘッダーで、この山ということで、行きたいと思います。で、この山はですね、百名山の中でもかなり短く登れる山で、ここからのコースタイム45分で山頂なんですけど、実はここよりもですね、短い、ルート、コースがあるんですよ。で、それは山頂行ってからご紹介しますね。はい。では、11時49分ですね。はい、それではスタートしましょう。
はい、車山山頂到着、12時11分ですね。22分ぐらいかな。はい、それでこっちが、北アルプスですね。乗鞍は見えてますね。槍穂はちょっと雲ですね。で、北に行くほど雲ですね、これね。で、正面は美しが原。で、手前の真っ白いのはですね、放送出演ですね。霧雨のね。向こうは浅間山。立石川とあまり、コンディションは変わってないかもしれないですね。はい、それで、さっきより、御嶽もちょっと雲に隠れちゃいましたね。それから中央アルプス、南アルプスと、ここから富士山も見えますね。で、さっきと違ってですね、八ヶ岳が見えてますね。雲が取れましたね。立石川では雲がかかったんですけど、はい、網笠からずーっと赤岳、それから天狗、それから途中の峠を越えて北横岳とさっき登った立石川山というところですね。で、これは気象レーダーですね。でっかいのがね、車山のシンボル。それで、さっき紹介した、最も短く来れる百名山という由来をですね、これから紹介します。これ、車山神社ですね。諏訪大社と同じく4本の御柱が立ってますね。御神体はもしかしたら立石なのかな、わかんないですね。で、見えますかね、リフトのリフトトップが見えますかね。で、下から 2,3 本かな、リフトを乗り継いでここまで来るともうほぼ山頂で、ものの、そうですね、2、3分で、山頂到着しますよね。なので、百名山の中で一番短い、登頂が可能なのが、このリフトを利用した車山というところ。何も味気もないですけど、まあ、一応ご紹介までということで。はい。では、八ヶ岳を、見ながら、はい、お疲れ様でした。以上で動画は終了です。ご覧いただきありがとうございました。